ちょっとね、朝一ボイルしてる気配もないんでね。お、今なんか当たったな。確実に今当たった。さあ、2箇所目。あ、多分大丈夫。あ、割れちゃう。多分もうボラの稚魚しかいないですもんね、こう。あ、でも食ってくると思いますよ、普通に。はい。お、また来た。あ、違うか。あ、来た。なんだこれ。あ、シーバスかな。ここたまにエイム。あ、でも突っ込むな。おお。お、すごい突っ込む。でかそうですね、すいません。はい、どうも皆さんおはようございます。コーフィッシングのコーです。今日はですね、ちょっと早朝って言っても今ちょうど5時10分ぐらいなんですけど、シーバスの朝練ということで、今日は川に来ましたね。はい、まあ、河口付近ですかね。はい、で足元にはね、ボラの子供が大量にまた湧いてますけど、ちょっとねシーバスが釣れるかどうかわかんないですけど、一応練習ということで、はい、朝練来ました。でちょっとね、場所が広いんで、朝一はちょっと広範囲に探りたいなということで、今バイブレーション投げてますね。レンジバイブの70ミリのタングステンですよね。で今がちょうど満潮なんで、これから下げのタイミングになりますね。朝一ボイルしてる気配もないんでね、ちょっと微妙かもしれないですね。いやー、し
かし寒いな。当たったな。確実に今当たったぞ。移動移動移動、ベイトインな。はい、それではですね、ちょっと朝はダメだったんで、今からちょっと第2ラウンドですね、午後の、今だいたい3時40分なんで、ちょっとこれから揚げ塩で、おそらく6時ぐらいが満潮じゃないかなと思うんで、ちょっとね頑張っていきたいと思います。まあね、あのベイトはいるんで、まあ、あとはちょっとシーバスが入ってくるのを待つだけなんですけど、今はね静かヘッド多分これ14グラムぐらいだと思うんですけど、にパワーシャットをつけてねちょっとやってますけど、多分ねサイズが違いすぎて釣れないんじゃないかなと思います。ちょっとアピールするためにオレンジでやってるんですけどね。当たりましたよ、確実に。今食ってきましたね、完全に。ちょっとボトム付近ですね、今当たったのが。ちょっとボトム付近まで落として、ちょっと刺
誘ってみましょう。多分いますね、ここに。シーバス君は。中層ぐらい。うん。なんか当たってくるんだけどな、その辺で。うん。多分ビートな当たりじゃないと思うんですよね。中層ぐらいだな。オレンジは結構ああ追われとるな。リアクションさせるな。リアクションバイトだな。今食うな、これ結構さっきから当たりあるんで、ちょっとね乗らんね。これアシストフックつければよかったな。アシストフックないもんな。やっぱダメだな。今持ってかれたな。くっそー、今確実に当たったぞ。中層ぐらいだな。いやー今当たった。ちょっと食い込みがやっぱアシストフックいるんじゃないこれな。まだ食い気が立ってないんで、おそらくリアクションさせないとダメでしょうね。今あの辺でボイルが起こったな。多分そろそろだな。そろそろお食事タイムかもしれないですね。ベイトが小さいんで、この55ミリいきましょう。新兵器いきますか。サイレントアサシンですね。 QQF フラッシュブーストクリア。いや、ダメ、ダメです、全然。はい。あー、ここシーバスもいますけど、
え？あ、本当ですか。はいはいはい。あ、本当ですか。あ、食ってきます？食ってきます？はい。あ、多分大丈夫。ああバレちゃいましたね。そう、はい。誰でやってるんですか。これは普通のジグですよ。あ、ジグ。うん、ああ、割となんか吐き出してましたね。うん、でもいいね、俺ね、たまらんね、今ね。そうっすね。多分もうボラの稚魚しかいないですもんね、ここ。あ、でも食ってくると思いますよ、普通に。はい。お、また来た。あ、違うか。あ、来たね。なんだこれ。あ、シーバスかな。ここたまにいいもの、あ、でも突っ込むな。おお、すごい突っ込む。おお、でかっ。そうっすね、すいません。すいません、ありがとうございます。おお、大きい。おお、かかろうか。そうっすね。ある？あ、あります、あります。すいません。かろうかさん。ありがとうございます。絶対これ60超えとるんだ。70あるんだ。70ありますかね。70あるでしょ。うわあ、いいなお前。俺にも来いよこれ。まだ今年1本しかあげてないで、白子で。あ、本当ですか。57センチだ。さ、それもガリガリのやつでさ。ああ、あれ、俺の顔見るな、お前。
さあいくつだ。うわ7割いってる。7いた。はい、いかんか。いや、いく。7いく。ギリいかないか。69か7。あ、でも下の方がもうちょい。ここで。60。いや、ここまだ下の方が。あ、ああもうちょっと引っ張っていいや。うん、ここだ。ギリ69とか8。68ぐらいですね。70はちょっといかんかったですね。いいか、よかったか。ありがとうございます。あ、GoPro やってるんですけど YouTube になった。僕多分ここを流してます。あの、いつも名前何ですか。名前こうでやってますけど。あ、登録しよう。本当ですか。ありがとうございます。ちょっといいですか。はい、はい、ですよね、GoPro。そうえ、ということは今撮影されてる。今撮影します。あ、ということで2カットしますか。いや、あの、出してください。本当ですか。わかりました、はい、いいですか。あ、いいです、ありがとうございます。頑張ってくださいね。あ、ありがとうございます。ちょっとあの、ここばっか来てますけど。いや、あの、YouTube で、はい、ここをいつもなんか、はい、で、アンタレスですよね。そうです、アンタレスですよね。これが一番いいです。どっかで、はい、なんか見たことあるなと思って。ありがとうございます。あれと思って、で、GoPro つけとるから、はい、一応、まあ、あの、遊び程度でやってます。応援します。ありがとうございます。じゃあ、そうなんだ。いや、嬉しいですよ、その本当に YouTube。 いや、見ていただいて本当ありがとうございます。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。ちょっとぜひまたちょっと動画アップしますんで。あ、お願いします。よろしくお願いします。あ、本当ですか。わかりました、ありがとうございます。でかっ。結構でかいですね、これ。いや、なんか最初一瞬寝かかったのかなと思ったんですけど。でも2バイトですね。2バイトです。1回バラしてすぐですね。あの、昨日、はい、結構すごかったんですよ、ここ。はい、あれ見たって YouTube で。はい、はい、というわけですね。今日はあの、朝の5時から、5時半かな、5時半ぐらいからちょっと朝練をしてですね、まあ、朝練は1時間ぐらいで終わったんですけど、まあ、昼過ぎにですね、まあ、いつものポイントに来て、まあ、状況調査も兼ねてね、あの、ちょっと投げてみたんですけど、なんとですね、2ヒット1キャッチということで、まあ、バラしたのはね、そこまでちょっと大きくはなかったんですけども、あの、キャッチできたのが、はい、あの、68センチということで、まずまずのいいサイズじゃないかなというふうに思います。で、やっぱちょっと何よりも嬉しかったのがね、私のチャンネルの、あの、視聴者様がですね、お声かけしていただいて、まあ、動画見ていただいててですね、非常に嬉しかったです。はい、なので、まあね、ちょっとここのポイントはね、結構まあ、仕事終わりに来ることも多いので、もし釣り場でですね、お見かけしていただいたらですね、気軽にお声掛けいただければすごく嬉しいなというふうに思います。はい、まあ、なかなかね、顔出ししてないんで難しいかなと思うんですけど、まあ、基本ワールドシャウラとこのアンタレスのセットで、まあ、この辺では釣ってるんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。それではですね、またいろいろ挑戦していきますので、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いやー、嬉しかったな、よかった。